伊予の二名島不層太鼓は愛媛県伊予市の郷土芸能。不層新たは愛媛県伊予市を拠点とした和太鼓楽団。1981年に時代を担う青少年の育成と後世へ引き継ぐ郷土芸能文化を目的に創作。イベント、慰問をはじめ年間を通じて市内に限らず県内外への様々な行事等へ参加、出演。 先輩から後輩へと継承しながら積極的に活動中。演奏を持ち曲は、不創大鼓、五式ランダ、イよコ庫の継承曲が3曲。オリジナル曲を合わせると10曲以上になる。全曲、十数期の各種大鼓による組曲で、各テーマの元演奏。市内小中学生で編成された後輩チーム、鈴見若村寺の育成、指導を行っている。他に、 市内の保育園の年長園児、市内の知的障害者施設へ指導を行っている。1990年代低迷していた和太鼓集団であったが、ここ数年においては県外遠征もする和太鼓集団になった。この要因としては、子供のチーム、鈴見若村寺出身者が現在の中軸メンバーに成長したものと思われる。また女性メンバーの新たが誕生し活動している。 メンバーの中にプロ、ノンプロ経験者がいるが、アマチュアのは大鼓集団である。毎年6月、市内で土曜夜市にストリートライブを行っている。また年間を通じて、道後温泉坊ちゃん広場でのライブを行っている。2018年5月に、愛媛県文化協会地域文化功労賞を受賞。伊予の二名島は、昔の言葉で、四国を意味している。 黒は太鼓集団不相新たの出身母体である。和太鼓最大の特徴の大きな音を重要視しないことで知られる。この特徴は、継承曲の作曲者である天野太鼓の総計へもと、天野千の指導があったからだと言われる。小さい音を出すとき、腰を低くし表現する。音楽色が強い和太鼓演奏で、コンサートライブなどでは特徴を発揮するが、地元松山市を中心に、 祭りが盛んな秋祭りなどでは不評な場合がある。不創ミュージック、または不創サウンドと表現される。子供のチームから大人チームへの継続移行確立している。16歳から大人チームに入り直しで、そこから3年間見習いを経て活動に入る。成人でチームに参加する者の,の多くは代表でプロの和太鼓奏者でもある松田慎一に、 弟子入りし活動している、朝賀会ホームページ、ありがとうございます。